見て、誰かが浜辺に打ち上げられた。A だ。長風呂が必要そう。さ、渦巻きを始めるよ。だいぶ綺麗になった。今度はチューブに捕まって。なあ、ユウさんが。ユウをどうしてくれようか。その目は少なくとも直せそう。肌の状態がひどいね。できることといえば、ヘビみたいに脱皮させることだ。最後にふんわりさせるよ。誰もバナナのこと気にかけてくれないの？大丈夫、再生させてあげる。ポップチューブがつなぎの役割を果たしてくれるよ。ヘビの目を加えればSになった。でもまだ終わりじゃないよ。これで笑顔も作れる。これが日焼け止めだと言って。なあカモメ、弁当隠すんだ。待って、手助けしたいだけみたい。ほら、このペンで芸術性がよりアップするよ。まだ序の口、温めるよ。文字が浮き上がってくるんだ。ここで舌を出すのは危ないよ。そういえばその帽子気になってたんだよね。かわいい電気で動くアヒルだ。しかも専用の滑り台まである。あとはみんなを見分けられたら。これでいいね。それぞれにアルファベットを1文字ずつ。気をつけて、波が押し寄せてくる。もしかしたらこれで楽しめるかもしれない。まず消せるマーカーで絵を描く。水を加えたらどうなるか見てみよう。まるで食べられないアルファベットのスープみたい。あ、見て、ボトルだ。私を開けて。もちろん開けるさ。何か入ってるぞ。おおだ。水を加えて大きくたくましくなったよ。なんだそれ、砂まみれじゃないか。少なくとも隠してた糸は綺麗なままだ。針を使えば好きなものに変えられる。スポンジの最後のアルファベット E だ。でもそんなに謙虚でいる必要ないよ。クリーンの3番目のアルファベットでもあるんだから。見ろ、 U だ。顔がなくなる瞬間。君には水玉模様が似合いそう。もっといいのは濡れた見た目も見てみること。そうだな、メガネで試してみようか。このメガネで見える世界が色とりどりになるよ。グミより美味しいものはないね。だがこのクマさんたちには大事な任務があるよ。この P の型の中に入れて溶かすんだ。固まったら型を取る。
何回か噛むと F だ。他のアルファベットとも一緒に水に加えて。もちろん巨大な飲み物には巨大ストローが必要だよ。 F と N 仲良くしてよね。なあ、気をつけて。なあ、危ない。なあ、痛そう。かわいそうな王。僕だったら笑わないね。王には背の高いお友達がいるんだ。ここは学校だよ。 F はテストにつけるんだ。ロッカーに入れないで。このロッカー見た目より広い気がするんだけど。うわー、知り合いの顔がたくさんある。なんで D が標的に？今日はちょっと潰したい気分。次はポピュラーな P に行っちゃう。もうすぐこっちの J も潰されて真っ平らに。 V の角を取って U にしちゃおう。 K はどうしようかな。楽しかった。さあぺったんこにしてあげる。うわあ、エイリアンがこんなに伸びるなんて知ってた？お餅のように絹でついてやろうじゃないか。新しいスライムで遊ぼう。心配しないで、また膨らむから。ねえ F、ポテチ分けてくれない？おもちゃの歯の C が食べ物を噛み砕いてくれるよ。それとも自分で食べたいのかな。目と口どっちが大きいと思う？あ、歯に何か挟まってる。よくなったね。マウスウォッシュも使ってね。さあ次は歯を磨いていくよ。いい子だし、ご褒美をあげよう。食べちゃう？それとも新しいグラインダーを試してみる？あれはオレンジじゃないような気がする。他に何を弾ける？靴下？ダメ元だ。オレンジとブルーは相性がいいんだ。待ってし、お別れだ。あと何色欲しい？もともと何だったか知らないけど、今はスパゲティだ。そのスプーン使い終わったらホワイトボードマーカーで好きな文字を書いたら水を加える。あっという間にアルファベットスープの出来上がり。一時的なタトゥーはかつてないほど簡単になった。見て、 B だよ。新しいおもちゃで遊びに来たんだね。アリ治療の予約はキャンセルしておいて。今から代わりにマッサージしてあげるしね。誰かが噂してる？ああ、スライムがあったのか。ポップイットボタンを追加しよう。全部並べていくんだ。おもちゃを目安にしてね。今度はスライムの中に押し込む。並んでたのは一瞬だったね。F が石膏をかき混ぜてる。なあ、もう一つポップイット持ってたんだ。T？ 大丈夫？顔が真っ白だけど。これのポップイット手応えがあるね。一回限りしか押せないけどね。ボタンがたくさんあってよかったね。
見て、卵だ。中に何が入ってると思う？待って、それは卵じゃない。玉ねぎよりも層がある。シュレックもびっくりだ。あれ、透明になった。水晶玉みたいだけど、あれ、変わった。うわ、すごく不思議、すごく神秘的、すごく壊れてる。中身は何だったの？またビー？かわいいね。 F、 大丈夫？問題ない？まさかの A。 他の母音に見放された？ Y は気まぐれだと思ってた。うえ、聞かなくても彼がどこにいたかは分かったよ。ええ、心配しないで、綺麗にしてあげる。まずは歯から。次に残りの部分。今回は違ったブラシを使ってみよう。毛穴の中に入り込むんだ。あて、毛穴あったの？ベビーシャンプーを使うべきだったかな。ベビーヨーダが助けに来てくれた。よかったね。ホットフェイスマスクで仕上げよう。新しいまつげもつけようか。ティアラなしではコーデが未完成だね。その色、君の色じゃないかもしれない。ねえ、鼻の穴の中に羊毛フェルトが入ってたの？なんならこれで楽しんじゃえ。手芸得意なんだ。今度は K の文字ができた。何かが足りないな。ついでに顔を作ってあげよう。成長も早いし、飛ぶのも早い。中身は何だろう。焼き芋？なんだこれ。とりあえずこのアルミホイルで遊んじゃえ。 L から P までの子たちに恨みはないんだけど、あの子たちイメチェンが好きなんだよね。主にセーラームーン風が。筋肉ムキムキになってきた。ジムに通ってもないのに。顔も言ってみよう。目が2つ、口は1つ。ついでにインプラントも追加しとく。牙もお忘れなく。なるほど、 A は少し恨みがあるのかもしれない。見て、足の指まで作ったよ。鋭い爪付きの。仕上げに悪魔の角。それともミノタウルス？このボール楽しんだ。砂でできたものには天敵だけど問題ないよ。新しいものを作ればいい。アイスクリームに見えてきたのは僕だけ？一番好きなパフェは潰せるやつ。E と F は相性がいいんでしょ？ E は時にせっかちなこともある。そういうろうそくの吹き消し方もあるんだね。気をつけて、ケーキにろうそくが垂れすぎないように。X の奇襲攻撃だ。でもこっちにもサプライズがあるんだ。ミニシュレッダー、もちろんこれで遊べるよ。わあ、 X が可愛いパズルに大変身。え？二人に分身しちゃった。ああ、これって小文字なのかな。もう一回行く？行列はないよ。うわあ、四つになった。バクテリアみたいに増殖してる。もっと作れるけど、もう手で切っちゃおうか。マシュマロ？いいね。
スモアが作れるよ。Pになった。チョコがなければスモアじゃない。これに熱を加えていこう。美味しそうになってきた。トロットロだね。ピーってスイートな子。彼女はいつも食べ頃に見える。いいテイストしてるよね。アルファベット会でした。また次回。